はい、こちらはパック入り串付き団子ボールチェーン7、前後種300円、3月発売となっております。ラインナップは三色団子 A、 みたらし団子、桜あん団子、黒ごま団子、三色団子 B の全5種となっております。一番大好きなみたらし団子狙いです。すごいすごい。はい、ということで当たりました。で、サイズ感は、まあ、通常のガチャぐらいですね。あ、一番可愛いサイズです。はい。で、なんだろうね、美味しそう。表はね、こんな感じになってました。うん、可愛いです。裏面はね、ちゃんとみたらしがかかってないから、白色でした。これ一応開くんだけど、ちょっとね、開け方が特殊でした。いや、めちゃくちゃリアルじゃね、これ。なに、焦げみたいなのもある。触っちゃうよ。おい、これ、もう全部プニプニ。ちなみに、これね、見て、全部ね、くっついてんの。これね、9個くっついてるやつ。ここも接着剤だから、取り外しはできぬ。ちなみに、黄色カプセルに入ってた。はい、こちらの10段階評価ですが、まあね、もう第7弾なんですよね。もう人気なんよ、これは。うん。だから、7。はい、こちらは、ザ・ペーパー12。前後種200円。3月発売となっております。ラインナップは、トイレットペーパーシルバー、トイレットペーパーライトブルー、ティッシュペーパーホワイト、ティッシュペーパーライトグリーン、ペーパーセットピンク。これ地味に欲しい。はい、では見ていきましょう。はい。で、200円なんだよね。でもクオリティめちゃくちゃ高いです、これは。で、ペーパーがね、メモ帳になってんだよね。うん。で、この粘着剥がすと、なんだろうね、トイレットペーパーのメモ帳になるんですよ。はい。まあね、なんだろう、この色ダサいよね。それでは粘着剥がしますね。はい。で、まあどんな感じになるかっていうのをお見せします。はい。で、どう？おい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 。で、こんな感じでどんどん取れます。はい。まあ、めちゃ大変でした。はい。まあ、なんだろう。うん、これはメモ帳としては使いません。黄色カプセルでした。はい。こちらも先ほど同様、12段なんよね。あ、もう、ベストセラーやん。うん、ベストペーパー、6。はい。こちらは、動物サウナ、8。全6種300円。3月発売となっております。ラインナップはチワワ、ゴリラ、ワニ、子供白クマ、子供カバ、子供レッサーパンダの全6種となっております。はい、今回当たったのが子供カバです。はい。いや、よく見て、クオリティめちゃくちゃ高いです。はい。もうカバさんはめちゃくちゃリアルなんだけど、もう水色のサウナハットと、あとオレンジ色のね、タオルをやってると、いや、これはね、めちゃくちゃ可愛いです。はい。可愛いです。はい。10段階評価ですが、まず前提としてね、サウナ動物、うん、動物サウナ、うん、好きなんよね。あ、うん、これね、かぶっても可愛いの。うん、これはね、またちょっといいやつなんよね。うん、よかったらみんなも回してみてね。10。はい、こちらは、ペッツカラフルボックスディッシュカバーコレクション。全60、400円。3月発売となっております。はい、ラインナップは、1番。2番、3番、4番、5番、6番。はい、ピンクカプセルにはですね、こちら、見て、
これ、じゃ3番なんだけど、あのペッツがさ描かれてんのよ。当たりです。はい、それじゃ見ていきましょう。はい、ね、あのペッツがねめちゃくちゃ書いてあります。なんかね、見たことねえやつとかいろいろありました。はい、で生地感はね結構薄めかな。うん、なんかツルツルした素材で、あ、うん、見りゃわかるだろう。ティッシュはねこんな感じ。うん、あの普通にスムーズに取れます。はい、そこは特に問題ありません。ただネックの部分はね後ろなの。見てこれ、このゴム1個でね、あの俺のこのロレーナティッシュだと結構ねブカブカなんよね。うん、まあなんだろう、まあ小さいよりかはまあいっか。はい、10段階評価ですが、まずペッツめちゃくちゃ可愛いです。はい、でなんか結構デザインとかもしっかりしてて、俺的には結構高評価かな。うん、使わなくね1。はい、こちらはコアラのマーチクッションマスコット、前後種300円、3月発売となっております。ラインナップはモーチョコアラ、本物みたいなコアラ、子供コアラ、円周率コアラ。コアラじゃねえじゃん。それよりモーチョコアラってかわいそうだよ。うん、すごい痛そう。うん、裏は、うん。で、結構硬め。サイズはね、結構大きいよ。とりあえず、モーチョコアラ、めちゃくちゃレアで、箱中に一粒出るか出ないかだって。1。はい、こちらは、豆ボンガチャ、バージョン 1.5。前後種300円。3月発売となって、おります。ラインナップはことわざなるほど辞典、なぞなぞ豆本、恐竜図鑑、動物図鑑、血液型十二星座占い、新小学校漢字辞典。はい、今回当たったのは恐竜図鑑です。横のところもちゃんと書いてあるし、裏のなんだろう、この小学生が描いた絵みたいな、めちゃくちゃ懐かしいわ。はい、それでは、開けますね。はい。中はですね、ですね、ここめくると、はいはいはい。こんな感じです。ちょっと早送りにするけど、もうね、めちゃくちゃ細かいです。はい。もう読んでらんないよね。で、ほら、もうね、恐竜がね、一匹一匹ちゃんと書いてあんの。これ面白いよ、マジで。ちなみに、どれだけ恐竜が書いてあるかっていうと、見て、119種類も書いてあるの、このちっちゃいのに。すごくね。これめちゃくちゃクオリティ高いんで、もう一個回したよ。はい、2回目は小学校漢字辞典が当たりました。今回も側面にちゃんと書いてありました。なになに？月が月で、おお、月の形ね。犬が、お、無理があるよ。はい、こちらも開けていきたいと思います。はい。で、おい、もうすげえ。これさ、ちゃんと1年生から6年生までちゃんとあるよね。うん、1年生とか、なんだろう、もうめちゃくちゃ簡単だよ。うん、すごいよね。ちなみにこれは6年生。うん。なんか昔を思い出すとさ、6年生むずいね。はい、こちらの10段階評価ですが、これは正直いいですね。はい。まあ、400円でちょっと高いけど、めちゃくちゃクオリティが高いんよね。キーホルダーの部分とかもちゃんと金具で、安全にしてるんよね。うん。7。はい、こちらは空想町雑貨店、森のキノコの町歯ブラシスタンド、前後種400円、3月発売となっております。はい、一つ目が魔女の薬局、毒キノコです。いや、この入り口の顔めちゃくちゃ怖え。こちらはキノコハウスのマッシュルームと
ひろたけハウスになります。こっちは、なんかマッシュルームとバブリシャスキノコです。はい、で今回当たったのがキノコハウスのマッシュルームになります。普通の家に見える。結構重量感あるよこれ。裏はこんな感じです。多分これを歯ブラシスタンドにはしないのでペン立てですね。はい、こうやって入れれます。ちなみにめちゃくちゃ浅いからたまにペン倒れます。はい、こちらは猫の被り物第10弾、かわいいかわいい猫うさぎちゃんスイーツから前後種400円、3月発売となっております。ラインナップはフランボワーズとピスタチオ、かわいいわ。でこっちがレモン、ショコラ、キャロットの全5種となっております。こういう時は笑えばいいんだよ。今回当たったのはピスタチオです。おー、でかいよこれ。それでは出していきたいと思います。これ言っていいのかわかんないけど、なんかあの便座のなんあのやつに見えます。これ一応猫ちゃんにつけるんで、まあ中はなんだろう、メッシュっぽいね。ここの締め付け部分はゴム製です。はい、ってことで猫ちゃん飼ってないんでカービィにつけます。いや、もうこれめちゃくちゃ可愛くなりました。はい、もうね、なんだろう、まあ猫とかにつけなくても自分のお気に入りのぬいぐるみにつけるとめちゃくちゃ可愛くなります。はい、400円は高えけど。はい、10段階評価ですが、そうだね、まあ、400円はちょっと高いかなって、まあ、純粋に思いました。まあ、ただ、俺、この色の便座のやつつけてたんよね。10?1 位を当ててみな。エントリーナンバー1、トイレットペーパーのやつ。これメモでいいよね。エントリーナンバー2、忘れた。とりあえず、辞典と、恐竜図鑑。これもね、400円だけど、クオリティはめちゃくちゃ良かったです。エントリーナンバー4、キノコの家。はい。これは、1位ではないです。はい。最下位です。エントリーナンバー6、これも、痛そうなので、1位ではないです。はい。エントリーナンバー7、ペッツですね。はい。いや、これもね、デザインはいいんだけど、絶対使わないから、1位じゃないです。はい。エントリーナンバー8、これはいい。みたらし団子って美味しいよね。でも、一番好きなの、ごま付きで最後、